それでは始まりました、もてきちゃんです。さあ、これはポイズンマス元に振り入れましょう。こんばんは、師匠。お久しぶりです。今日は何の企画を持ってきてくれたんですか？今日は英語の長文が難しい私立大学4選ということで、はいはいはい、はい、この4つを、まあ、皆さんに紹介していければなと思ってます。次第ってことは学部もですね。そうですね、学部もです、ね、はい、理系入れてないですね。文系のみです。文系のみ、はい、めちゃめちゃ襟が立ってますけど、いいんですか、ね、あはい、文系大丈夫ですよ。まあほら、理系入れちゃうとね、どうしても早稲田の理工とか、あ、そうですね、医学部がね、はい、理系とかさ入ってきてしまうんで、文系の中ので4つということで、はい、それどこなんですか？その4つはですね、はい、慶応文学部で、慶応商学部、うん、で早稲田の国教、うん、で早稲田の社学、この4つですね。ああ、なるほど。まあ慶応文学部ね、別に忖度したわけじゃないです、ね、今言われて気づきました。なんか簡単簡単ってすごい言ってくる人たち、いっぱいコメントで書いて、辞書持ち込めるから簡単とか言ってる。そんなの余裕で終わるとかって言ってる。嘘をつくでない。合格した人だったら、ね、そうですね、いう権利があるかもしれないですけど、はい、そう、慶応の賞ね、今年難しくなりましたね。今まで簡単だったんですけどね。じゃあちょっと具体的に教えてください、はい、慶応の文学部から話していきたいと思います、はい。で、慶応の文学部は皆さんご存知の通り、長文1台ボンと出て、まあ120分の時間でゆっくり解けるやんみたいな、そういう思ってる人多いと思うんですけど、確かに時間のね、余裕っていうのはものすごくあります。だから分量の面ではかなりレベルは低めに、最初の表にあるように見積もってます。ただこれが難しいのがやっぱり2つあって、語彙と解力、この2つがめちゃくちゃですね、難しいかなと思ってます。で、語彙に関しては難しいって言うだけやけど、どうしたらええんやいうところについては、ハイレベルな語彙っていうのはいっぱい出てくるので、どうしても回答に関係ない部分であったり、そういうところは読み飛ばしていくってことが大事かなと思います。読み飛ばすって言っても、ちょっとそれは不安やろとかいう人は、やっぱり前後の文脈からこういう意味かな、間違っててもしょうがないんで、こう推測したり、そういう読み方が大事かなと思いますね。そうですね、まあ、だから全部辞書引いてたら時間なくなっちゃうですから、はい、そうですね、いわゆる辞書引いて OK なとこなんで、そのまま原文ボンと出してもいいってことなんですから ね、 その分難しくなるに決まってるわけです。ほとんどの入試問題って書き換えられてますからね、英文。それやらずにそのままボンと出てくるっていう、そうですね、ですからね。で、まあさっきの繰り返しになるんですけども、時間に余裕がある分、筆者の意図であったり、日本語訳にするときに文章に即したように訳すっていうところがどうしても難しくなってくるので、そういった力をね、必要とされてます。和訳に関してはやっぱ日本一厳しいと言われているぐらいなんで、まあ国語力は試すって言ってますし、辞書引けるんだから、でそれなりの、ね、かなりいい訳を出してもらわないと困るってことですね。僕の言ってた京大なんて訳ばっかりですけど、あんな全然気にならないぐらい。いやいやいや、京大もめちゃめちゃ難しい。簡単ですよ。簡単です、簡単です。とにかく国立型なので、はい、説明問題ができたりとか、まあ部分部分の要約があったりとか、こういろいろ大変なものなんで、とにかく記述ですね。そこが勝負になります。字が早く書けるかとかも重要です。早く書けないと、もう記述なんで。確かにそうですね。はい。なんでその辺ができるかどうかっていうのが大事になります。まあ今おっしゃっていただいたように、本当に100字記述とかあると思うんで、そういう記述本当に早く書けるだけじゃなくて、相手に読めるような字で丁寧に書けるっていうこともやっぱり大事だと思いますね。読めない字で書く人多いですからね、いろんな。あれ採点してたらめっちゃイライラしますよね。そうですね、本当にそうだと思います。で、次が慶応の商学部ですね。今年超難化したというところで今回取り上げさせてもらったんですが、やっぱりまず慶応の商学部については、一言で言うとすると、高い処理能力がめちゃくちゃ求められるっていうことに尽きると思います。まず語彙に関しては、簡単ではもちろんないんですけれども、レベルとしては5段階で言うと3レベルぐらいかという感じで、中には難しい語彙もあるんですけれども、単語帳などで単語を覚えておけば、回答に関わる部分であったりとかっていうのは、これは無理だろうっていう単語は出ないですし、出たとしてでも前後の文脈から判断するっていうところがやっぱり求められてると思いますね。で、まあ、例年の2020年までだったら、まあ、それでバババババッといけたと思います。今回は2021年は本文中にだいぶ難しい表現がいっぱい出てきて、困った人が多かったなっていう感じですね。で、まあ、分量についてはこれは言うまでもないと思うんですけど、90分という短い制限時間の中でかなりたくさんの文章量を読まないといけないですし、もう処理能力っていうのが本当に求められてると思います。記述があるんで、記述の部分ですね、動詞があって、動詞の形を変えるとか、動詞を名詞形にするとかっていうのがあるんで、そこが簡単なんですけど、できない人がかなり多いっていうのもあるので、あれぐらい解けるようになってくださいっていう感じですね。で、どうなるか2022年はわからないですね。21年こんなに難しくなったんで、簡単簡単って言い続けてたんで、統計の中でやっぱ一番下じゃないかって言ってたんですけど、もう本当にいろんなコメント、お前のせいだって書かれましたから。何人も、いやいやいや、そんな力ないから。簡単だと思ってたけど難しかったじゃないかみたいな。そうです、難しくなって
ったじゃないかお前のせいだみたいな、そんなことないんで、他の大学のね学部とかでも十分あり得ることなんでね、それは。じゃあ難しいって言ってたら褒められる簡単になってくれたありがとう、絶対簡単だったじゃないかって。そうそうそう、絶対責められるんですよどっちも意味ないじゃんって何言っても批判されますからね、はい、そういうことです。次が早稲田の国際教育学部なんですけども、はい、語彙力についてはもう言うまでもなく、レベルとしてはもうマックスかなと。マックスだ、レベル5かなと、うん、かなりレベルが高いですね。もう普通に単語帳やっててもこんな単語載ってないやんみたいな単語ザラだと思うので、うん、まあ、そこはかなり難しいかなと思います。分量についても本当にね、もうレベルがさすが国境レベルマックスかなと。制限時間以内に合格レベルの正答率で解いていったり、素早く解いたり、そもそも時間内に全部解き切るっていうところがかなりレベルが高いかなと思いますね。で、最後に早稲田のじゃあ社学について説明できればと思うんですけど、早稲田の社学は何度も師匠おっしゃってるように難しいんですが、語彙についてはこれもさっきの早稲田の国境と合わせてレベルマックスかなと。レベル6だと思います。レベル6、もうマックス超えて超マックス5を超えてると思います全然、はい、今日紹介してる4つの大学の中で文中に出てくる単語のレベルとしてはおっしゃっていただいて、一番知らない単語の数だけ考えると多いんじゃないかなと思いますね。いわゆる英検1級って難しい語彙問題あって、でもあの難しい語彙問題のこう言って英検級の長文中にはね、めったに出てこないわけなんですけど、社学にはバンバン出てきますから、ぶっ飛んだレベルです。長文のやっぱり分量難易度についてもやっぱりもうレベルマックスかな、余裕でマックスかなと思いますね。さっきの国境と同じぐらいか、またこれよりも時間内に切るのがかなりこれは至難の技かなというところですね。リーディングについてはまあこれもまあどこにも共通してるかもしれないんですけど、早く読んで早く解くってやっぱ処理能力がものすごく求められてるっていうのは当たり前だと思います。でやはり内容把握を問う問題が多いので、文章を読みつつここにはこういうこと書いてあるとか、筆者の言いたいことはこの段落ではこういうことだっていうのをつかみながら読んでいって問題を解いていくっていう風に何度も読み返したりすることができるだけないように解いていくことがやっぱり重要だと思いますね。長文非常に長いしめんどくさいんですけど、はい、おまけにね英作文あるし、そうですね、あと4技能試験で受けなきゃいけないとかっていうね、はい、1級受けて出す人もいたりするんで大変なところでありますね、まあ、英作文めんどいですしね。めんどいですね。ちょっとこれ全然関係ない余談なんですけど、僕の知り合いの早稲田の国境 2,3 人いるんですけど、やっぱりそういう入試をくぐり抜けてきた猛者だからか言語モンスターが多いですね。 3,4 カ国を普通に喋れるみたいな、それこそね師匠も国際教育では全然ないですけどではない、もうそれを超えてるレベルのラングイッジモンスターですけど、僕と同い年ぐらいでも英語とポルトガル語とスペイン語話せるよとかいうやっぱりすごいやつ多いですね。なるほど、はい、留学ねしますからね、入ったらね、はい、そういった言葉あるんで、まあ人気は高い、人気高いですね。またあと可愛い女の子もね多いですよね。そうなんですね、多いです、はい、僕の知り合いだけかもしれないですけどね、サンプル少ないですけどモチベーションにしてください、モチベーションにしてください。まあ、以上言ったように単語の力と分量がものすごく多いので、素早く前後の意味から内容を理解したりとか単語の意味を推測したりっていうやっぱり論理的読解力っていうのが、まあ、これはどこの大学にも共通してると思うんですが、やっぱり社学が群を抜いて強いかなと思いますね。推測絶対しないといけないんで、まあ、あと諦めも大事です、社学に関しては。分からない問題はとりあえず保留してすぐ先にやるということですよね。まあ無理だろうみたいな選択肢に、だって無理無理無理みたいなのが4つのうち3つが知らないってなったりしますからね異次元の戦いになると思いますね。まあ社学の動画も出てるんで見てもらえれば分かると思います。以上まとめると、語彙については当たり前ですけど4大学全て通して難しいのは当たり前に難しいっていうことで、さらにその中で群を抜いてやっぱり難しいのが早稲田の国境と、そしてさらにその上で早稲田の社学、この2つはやっぱり慶応と比べても語彙だけ見るとやっぱりレベルは高いかなと思いますね。長文の中身の難易度についてなんですけど、早稲田の国境と早稲田の社学はまあさっきの繰り返しになりますけど、もうレベルマックスだということで、慶応の文学部はまあ4ぐらいかなというところで、慶応の商学部は内容の理解自体は他の3つと比べるとあんまり難しくないのでレベルは3ぐらいかなと、内容だけで見ればですね。最後に分量については、これは当たり前ですけど早稲田の社学レベチ、宇宙レベルで、で早稲田の国境レベルマックスぐらいで、まあそれと同じか、まあ、もうちょっと下ぐらいで慶応の商学部、分量だけ見たら慶応の文学部はまあ一番分量は少ないということですね。慶応文は時間が長い、その中で、まあ、超長文だけれども時間がたくさんあるのでっていうのが特徴ですね。だから終わんない人いっぱいいますからね、慶商なんかは分かれてて、社学もそうですね、分かれててやんなきゃいけないのが多い、時間が短いってことですね。でですね、最後に今日説明した、まあ、4つの学部、早稲田の社学はちょっと抜きにして、慶応文、慶応商、早稲田の国境、これら3つの学部にこの夏とかね秋必死に勉強して、やっぱ俺受かりてえな、私受かりてえな、まあ思う人はぜひね
ベーシスでしっかりポイントであったりとか勉強法を指導します。で、好評につきですね、なんと8月末までに入会してくださった方は追加で森鉄と個別に相談できるという枠を、めっちゃ呼び捨てあ、すいません、森鉄師匠と、森鉄師匠と、すいません、使ってね、今絶対使って森鉄師匠と個別の相談できるので、ぜひ、あ、マジかと思った人はぜひ LINE で問い合わせとかいただければと思いますし、まあもちろんその森鉄師匠とこう相談したいわけじゃないけど、今この英語勉強してて、それこそ今日紹介した大学とか学部の勉強してて、いや悩んでるんだよねとかいう場合でも、まあ気軽にですね LINE で相談してもらえればと思います。一つずつね、しっかり丁寧にアドバイスさせてもらうんで、リンクは概要欄に貼ってるので、 QR コードもあるので、そこからまあ追加してもらえればと思います。はい、という感じで、ここからですね、結局4大学じゃなくて2大学だったんですけど、そうですね、まあ、総計でしたね。はい、はい、総計の2021年ですから、まあ多分変わると思うので、いろいろですね、ランクも特に SFC なんかは難しい時とかも結構多かったりするので、ぜひね、過去問の研究などをねしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、今回はポジションの相談に教えていきました。ありがとうございました。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値も30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。